本級駆逐艦はアメリカ海軍の駆逐艦の艦級。1919年から1922年に収益した。大量建造された平甲艦型の最後に収益した本級は対戦任務に使用する駆逐艦として建造が進められた。前級のウィックス級では使用する機関方式が建造する造船所に選択を任せた結果統一されなかったため、 後続距離の点で、ばらつきが生ずることとなった。そこで、本級では管室の両側に、燃料タンクを設置して、燃料搭載量を増加させることとした。ィックス級に続いて、爆雷兵装に合うように艦尾を絞っていたが、天打の際に波を被ることが分かったため修正が、施された。平ら乾板型の船体は適度な強度を与えたが、やはり波を被ることを理由として、 フレッチャー級駆逐艦が収益するまでの間は採用されなかった。その他の要目はウィックス級とほぼ同一である。ただしハットフィールド、ブルックス、ギルマー、フォックス、ケーンの5隻がマーク75インチ砲を装備し、ホーベイとロングは連装タイプの4インチ砲を装備した。戦艦機には1923年9月8日のホンダポイント遭難事件で7隻を 衝突事故で2隻を失った。また、ヤーロー社製の主艦を搭載していた57隻が、ヤーロー艦の状態悪化により、早期に除籍解体された。ロンドン海軍軍縮条約による解体を免れたうち19隻が第二次世界大戦期に、レンドリースポーにより、イギリス海軍に対応された。他の艦は近代化改装されるか、水上規模艦や軽不艦、軽布施艦 総会駆逐艦及び高速輸送艦として使用された。助手艦の中には、アメリカ沿岸警備隊で使用された艦や民艦に払い下げられて、果物の運搬船になった艦もある。大西洋配備艦は、中立パトロールを経て、U ボートとの戦いに明け暮れ、この内ボリーは、1943年11月1日に U-405 と相打ちになって、翌日沈没した。 アジア艦隊配備艦は南方作戦に協力する日本海軍と対決。1942年1月24日のバリクパパン沖海戦では日本側の隙をついて上陸船団白地を奇襲して戦果を上げた。しかし圧倒的な日本海軍の戦力の前に損傷して早期に脱出した艦を除いて次々と失われていった。スチュワートは バリ島沖海戦で損傷後に、スラバヤで、自沈処分に付されたが処置が十分でなく、後に、日本海軍によって復旧され、日本海軍所属の第102号小海艇として収益した。戦後に米軍によって、再発見、再接取され、アメリカ本土に戻った後に、標的艦として処分された。多艦種に転籍した艦の中には、 護衛艦不足のため駆逐艦席に戻った艦もいる。第二次世界大戦による損亡を経て、残存した艦は1946年までに全て除籍された。駆逐艦席に止まった艦、及び駆逐艦席に服席した艦は手法を療養法に換装し、魚雷発射艦を一部撤去して、対空兵装と対戦兵装を充実させた。また、 缶を一気撤去して三本煙突になった缶もある。ありがとうございます。